おはようございます。ウランです。サミさんです。寝てますが、私は今からご飯食べに行きます。今日の朝はビュッフェなんだって。だからナナちゃんを道連れにしていきたいと思います。いつもは一人なんですよ。一人ビュッフェは恒例です。3人でヴィラ行った時も朝ごはんあったのに、もう朝見は行かないって前の日から言ってて、え、どうしようかな、どうしようかなって言ってて、結局最後の10分ぐらいで飛んできた。そう、やっぱり行くとか言って、わーすごい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 、楽しみ。じゃじゃじゃーん、すごいくね。冷やしぶっかけうどんにしました。で、なんか気づいたら卵ばっか食べてたえ、多いですね。なんとかコーチンみたいなのですごい多くて、なんか取っちゃいました。ナナちゃん茶色え茶色食べたいもんだけどっめっちゃ茶色すぎる。ではいただきます。うん、おばあちゃんみたいな。めっちゃ綺麗だよ、みんな。なんかお部屋が個室みたいになってて、嬉しい。いっぱい食べたかったから、全部ちょっとずつにした。この余計豆腐みたいなのめっちゃうまそう。れいちゃんも来ればよかったのに。だし巻き。うん、ななちゃんはめったに朝ごはん食べないけど、今日はもったいないからせっかくだからって言ってお客さんに送ろう。ななちゃん茶色すぎます、アバトラ。一回行ってみたいのが卵かけ、なんか卵食べ放題みたいな。なんかご飯はおかわり自由で、一人5個までここの卵使っていいですよみたいな。卵かけご飯食べる。うん、でそのなんか卵料理もそう、だし巻き卵とかプルンプルンの、そういうお店があったので、ちょっと行ってみたいなと思った。部屋戻ったら朝風呂します。めっちゃ景色良さそう。昨日夜で全く外見れなかったから、この動画突然私の寝顔から始まった寝動きから、ただ私ご飯食ってるだけだと思ってる人いるかもしれないんですけど、今日は香川旅行2日目ということで、動画前に2本出てますので、よかったらそちらの方も見ていただいて、今日はですね岡山の方に向かいまして、岡山の日本一の駄菓子屋みたいなところにずっと行きたいってみんなで言ってたから、そこにお邪魔したいと思います。でその後ご飯食べて帰るっていう流れです。昨日何時に寝たろう。あさみが一番早かった、寝たのは。エアが編集しててそれちょっと覗いてて、気づいたらあさみさん寝てて、自分いつ寝たか覚えてるけど多分2時ぐらいだった気がする。ごちそうさまでした。やばい、朝から食いついた。今日は4時までご飯食べる予定ないの。まあ腹ごしらえできた。あとは帰ってお風呂入ります。ではお部屋戻ります。プリーズチャンネル登録。10時に目覚ましかかったのに起きません。この人は起きません。めいちゃん起きたので行ってみましょう。おはようございます。おはよう。よく寝れました？はい、よく寝れました。よかったです。お風呂入ろうと思ってきたの。お風呂だから、うん、だって朝綺麗だから。なんか駄菓子屋来てね、この地味です。曇り？いや、晴れてる晴れてる晴れてる。いや、なんか嬉しいね。皆さん、今日は駄菓子屋に行くんですけど、
私は最近お菓子を食べ過ぎてニキビが発生しました。あ、そうだ、禁止してんじゃなかった。そう、なので8月中てかその9月3日に金沢でイベントあるから、その時までちょっと禁止しようと思ってるの。でも駄菓子買いたいからとりあえず買いだめする。でちょっとクレマグハウスに置いとこうかな。あ、食べちゃうから。あったらなんかニキビなんて本当にできないと。マジでないよね。そうツルツルなのって思ってたら油断しててたらできました。なかなかないです、めいちゃんの。そうなんかニキビ一回できるとさ治っても後になったりするじゃん。だからちょっとまず気をつけようと。熱い？うん、腕と足だけ入ってる。ねえ、やめて。腕と足も入ってる。いやーっていう風にして。いいね、いいね。乗せんなよ、メインの旅行あるある。イエーイ。あるある、あるある。あるある、あるある。夜中やることなくて、暇でネットショッピングしがち。あるある、あるある。あるある。何だったなんかあの座椅子っていうかさあのクッション椅子に置くクレマグハウスにあるやつみたいなとか服とかなんか毎回買っちゃう旅行。それではエアを起こしていきたいと思います。起こせ起こせ。あ、起きた。起きてました。おはよう。おはよう。よく寝れた？うん、よかった。後ろ見て。え、今日やばいかも。シャワー行く。行く。行ってきね。行ってきね。あ、お前さ。あ、ねえ、エア絶対トイレのスリッパ履いてたでしょ。ね、え、うち思ったんだよ、ね、スリッパあったっけって思ってベッドのとこに。お前スリッパ取れるの持ってんな。持ってっただろ、返せお前。トイレのスリッパ持ってたんだよ。うるせえよ、お前しゃべってねえ。うるせえ、お前消えろ。私めは寝癖がひどいため風呂に入ります。持ってくんな。朝風呂気持ちいい。気持ちいい。なんかいい匂いします、そっちから。いや、いい匂いがします。なんか作り方間違えました。コーヒー入れようと思ったらお湯できちゃった。すいません、こちらでいいですか。これ何ですか。まあそうなんですけど。じゃあ私は今からモーニングコーヒーの準備を。エアさんが飲まれるということなの。少なくない？これ正解？いや、分かんない。なんか作んないから分かんないですよね、こういうの。正解で分かんない。と、水。やってますけど、あなたのために。皆さん、モーニングの準備ができました。こちらにお泊まりになっているやつはお水を飲まれるということで。ありがとうございます。はい、どうぞ。それ、これって量合ってますか。合ってます。あ、そうなんですね。はぁ、うまい。うまいね。こちら、うまい。うちで焼きたての発酵バター香るクロワッサンスティックじゃないんですよ。セブンさんもガッツリついてます。あ、あのスポンサーなのに。あ、スポンサー、はい、うん、じゃあ一口。うこう出たら、うん、岡山に向かいますので、香川最後でございます。そんぐらいかかるんですよ。1時間半か、うん、でも昨日の感じだと早く着くかコンビニ寄りたい言うと思ってましたね。おそのつもりで。さすがウランボー。だって朝ごはん食べてないんですから、うん、ちょっとなんかカフェラテとか、ね、買っちゃったりなんかして。私もちょっとそういう系飲みたいです、ね、うまい。
よかったでございます。え、カフェラテ？あれ？利尿作用すごそうなので一杯で。コーヒー一杯で終わらす。あれ、利尿作用あ漏れてる。てか皆さん聞いてください。はい。昨日ここに来る前に私たち水5本買ったんです。500ミリリットル。で、このここにも5本ぐらいあったよね。あった。お水。だから計10本ぐらいあったんですけど、今からのやつが6、7本あるんですよ。誰飲んだんですか、そんなに水。やばくないですか、水の消費量私たち。もしかしたら余っちゃうかもとか思ったけど、あまり2本とか。マジやばいよね。水の消費量えぐい。エア？これ、これエアのだよ。それエアの。半分開けてそっち開けるのやめて。最低。最低。でもさ、なんか分かりやすくしたいよね。水みんな飲むから。ペンとか持ってこうかな。うわあ。マッキー。なんかさ、こんぐらいのマッキーないの？太いの。え、短い。お前さ。太すぎだろこれ。このサイズのマッキー欲しい。よし、じゃああとは車に乗って出発したいと思います。レッツゴー。さよなら。レッツゴー。プリンスチャンネル登録。はい、ということで今車です。どこでしょう。見てよこの緑。いいな岡山。いや岡山に住みたいかも。エアってさ、行くとこ行くとこで言うよね。うん、沖縄も行った。沖縄ってか、エアも沖縄住む。韓国も行ってたわや。薬のゆり姫、ここよく寝ます。エアはあのウランが寝てしまいそうになった時に頬をぶったたく役割があるので私寝れませんとか言うじゃないですか。全然こいつ余裕で寝ます。ウランが気づいたら寝てます。ウランがもし寝たら右手、私の右手が飛びます。パシッ。やばここ緑、なんか緑しかない。なんか目に優しいんだけどこっち見たくないよ、うん、でもなんか昨日ママから LINE 来て、リビングにココがいて、うん、ママがちょっとキッチンに行ったらめっちゃキラキラ笑ってたんだって、うん、キラキラキラって、うん、だからなんかトトがなんかやったんかなっつって見に行ったら、うん、あの CM、うん、でお米の CM が流れてて、うん、それ見ながらめっちゃ爆笑してたらしい。怖いわ。なんかツボだったんじゃね？多分ね、うん、何かがツボで。でもうちのポコちゃん、うん、まあ、いわゆる教育番組みたいなのとか、うんうん、アンパンマンとか、うん、シナプシュ最近の、うんうん、っていうものには一切興味を示さず、うん、あのかけてても、うん、見てない、うん、でも恋愛リアリティショー、うん、シャッフルアイランドとか、うん、恋捨て京好き系流すとあのピタッと泣きやみます。出たいのかな。そしてこの人好きなのみたいな、うん、誰派とか言ってさ、ふざけて、うん、で花道くん好きって、あーとか言って狙ってるやん。これ朝日見たら怒っちゃうよ。あの年で恋愛リアリティショーだなって。恋愛リアリティショーダメですよ。子守歌です。私は許しません。うちもさ、うん、一緒に見ちゃうから、うんうんうん、気になっちゃって続ける。オオカミくん、オオカミちゃんか、そういうやつ毎週待ってます。最新話を。ああいうの待てない。すぐ見たくなる。次毎回 TDC、うん、すごい楽しいですね。ああそっか、あ昨日見た。でママに、やばい誰の見た。こいつが一番公私混同です。MC やりながらオタ活してます。多分今日マジウランじゃないみたい。今日2人の真似してこれ買ったんで。いいね。でもなんか考えたの色を、うん、いろいろね、うん、まあ、色めっちゃあるよね。うそ、そんなあった。ピンクもあったし、でもどうしようって思って意味ないじゃん、うん、顔隠しのため、まあ、日焼けもしたくないし、うん、どうせ化粧してない時つけようと思って普段から選んだんですよ。でグレーとかのあれじゃないじゃん、うん、なんか自分的にも、うん、で黒でもない、うん、で白もちょっと違うな、うん、でなんかパープルにしちゃいました。いいと思います。これマジ最強のさ、身バレ防止じゃない？だよね、絶対バレないと思う、うん、でもちょっとこいつ後ろからピンクの毛出てる。頑張ってんだけど。まもなく目的地付近すぐ行って。目的地付近でルート案内を終了します。はい、こちら入ってきた。すごい、うわーすごい、ちびっこだらけ。かわいい。やばいやばい、かわいすぎる。みんな白い袋持って。到着いたしましたので、早速行きましょうか。早速
倉庫に入っていきたいと思います。ドローン、はい。待って、おもろい、ちょっと内カメで撮ろう。決してあの怪しいものではなく、こういうあの暑さ対策です。じゃあ行きましょう、行きましょう。やばいよ、気をつけて、帽子。私さっきちょっと飛んでって恥ずかしかった。絶対飛ばすな。いや全然違うね、このマスク。安心安全。ウランが後ろ姿でバレたら、はい、メイとエアは見捨ててみて。ふざけんな。いやでも GoPro 持ってる時点で誰 だろうってはなるですけど、このいつも異常のちびっこなので、あの売り場で写真撮ろう。コロボーズ、コロボーズにインタビュー。最近撮った虫はってここで撮ろう。思い出だから。かわいい。もう誰かわかんない。すごい。レッツゴー。待って、カゴカゴカゴ。すごい。あ、あさみさんがエスポに、エスポに差し入れしてたやつ。これうまいの。え、すごい。すごい。あ、10円玉ですか。あ、そういうこと。これ全部駄菓子だよ。考えられる？アウトレットだって。調子なんで、あんまりすいません。あ、タコ船、朝日くんに買います。じゃあ一番最初に声かけられた人、全額自腹ね。すでに気づかれていた。逃げろ逃げろ。ねえ、よく買ってた、こういうの。懐かしい。懐かしい。え、可愛くない？懐かしい。うち全部こういうのにしてた、小学校の時。嘘。あら、朝日くんに買おうかな。ね、やばいね、これだけでえぐくない？30本入りだ、すごい。え、あ、いや、サラダが好き。なんかさ、よく見るとさ、うまい棒のうまい棒くんみたいなやつってかわいいね。かわいい。アザラシみたいで。え、チョコレートはチョコ棒みたいなやつ。これ大好き。やばいです、お菓子大好き感が。はい、ありがとうございます。すいません。はい、裏回り。ありがとう。ふざけるなよ。マジかよ。声かけられてしまった。もうあとは全然声かけられてもらっても何でも大丈夫だよ。ちょっとでっかい声で話そうじゃん。ねえ、エアちゃん。あさみさん好きなコーナー。こういうの買ってるイメージ。うん、こういうの大好き。チョコレートコーナー。メイがめっちゃ好きなお菓子。え、これ、これ好きなの？これ大好き。これ、うん、30円だって。やばいやばい、つかみ取りしてる。すいません、はい、あの一応1個30円って値段決まってるんで、はい、個数数えながらだといいんですけど、あの、あーすごい、つかめるだけみたいな、あの1回30円とかじゃないです。すいません、1回30円とかじゃないんで、1個。これもうまいですよ。1個25円。あ、つかみ取りじゃないです。すいません。これ大好きです。やばいやばい。だってね、アマゾンで迫害しようと思って。そんなに好きなん？プリンのチョコってこと？プリン味の焼きチョコ。あー、焼きチョコか。うまそう。かば焼きさん。すだこさん。あ、待って、うちめっちゃこれ好きなんだが。めいめい。かわいい、これちっちゃい子があのお買い物に来るから数学の授業みたいに。おい、25円お菓子のペーパー大好き。ソイドオジ初めて見た、初めて見た。ここら辺ロングチューンのお菓子。やばい、細かいのいっぱい。これさ、これレジ大変だよ。そうだね。あ、ねえ、占いやったよくこれ。いや、絵もやった。20丸とか書いたのよ、うん、あ、好き。絵が好きなやつ。いろんな味ある。ほら見て、倉庫だ、倉庫。幼児菓子コーナー。うわ、待って、うちこれめっちゃ好き。いや、うまいよね、甘じょっぱいやつ。うまい。おにぎりせんべい。これマジでうめえよ。ねえ、ちょっとこの前に立って。
一瞬顔外せ。うわーっていう顔。オッケー、外せ外せ外せ。調子なのよ、あんまり。調子なの、お前。絶対調子なの。うわ、ミルメイク。パパに買いたい。コーヒー。いちご。バナナ。うちのパパミルメイク大好き。エアちゃんが好きなゾーンだ。ウイロー、ウイロー売りじゃん。こういう系のお菓子もあります。いや、一回外して、せーの、調子なの。絶対調子なの。やばい、メイメイと一緒じゃない人来た。メイメイ隠してきたのに、あれ見失ってる。個人的に楽しんでる人になってる。違います、メイメイとはぐれた人です。ついてきてると思ったらメイメイどっか行っちゃうから。プリーズチャンネル登録。はい、というわけでいっぱい買いました。見て、ジュージャー大量。なんか双子に見える。だから全部一緒。メイメイは6000円ぐらい。6000円、5000円ぐらい、うん、私8000円買いました。一番買ってるやん。でもグッズが多くて、うちなんかお菓子も買ったんだけどグッズが多かったから、またこの駄菓子切れたら買いに行くよ。そうしよう、岡山まですぐ切れるよ多分。うん、切れちゃうから。やばいやばい、風の方向に向かって頭を傾けとかないと、あの風で飛んでっちゃうんで。あー、やばい。頑張って車乗ります。プリーズチャンネル登録。どこから繋がってないんだ。駄菓子買って車の間、そうだ、その間にね、ちょっとエアちゃんが衣装チェンジということで、そう、エアママね、エアママ、エアママのこと。いや、おー、そう、あの新幹線が多分帰りまた寒くて体調昨日悪くなっちゃったんで、うん、その対策にイオンに行きました。はい、イオンに行って、で、こちらあの袋も購入して、私たちのお土産類を全部まとめて、今最後のご飯を食べに来ました。イエーイ。おっぱい。でお前さ、ちこちこ見てくるから。そうで、しかも駄菓子屋帰りに、で車戻ってたここかなきゃ。やばい、エロすぎ。で今からね、タンシャブを食べます。そう、焼きタンシャブっていうらしくて、ちょっとどういうもので出るんだろうって感じなんだけど、うんうんうん、焼きながらしゃぶしゃぶするって感じなのかな、うんうんうん、周りが鉄板でみたいなで、まだ来てないんですけど、とりあえず香川旅行お疲れした。乾杯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 、はい、邪魔すんな。じゃあと乾杯邪魔すんな。邪魔すんな。邪魔すんな。危ない。この人はトウモロコシ茶です。そうだよ、うん、うまい。トウモロコシ茶って糖分あんのかな。わかんない。ないよ。だってトウモロコシじゃん。トウモロコシの味するよ。で、匂い嗅がせる。うん、ほんとだ。うん、ほんとだ。ちょっと甘い匂いする、うん、トトの肉球の匂い。お前さ、嬉しくないけど。ポップコーン、あのむくんだ日とか朝とかいいの、こう飲むといい。すぐにポップコーン、むくむくに。あの他の一品メニューも食べたかったんで、うん、とりあえず2人前液炭しゃぶ、とりあえず、ね、とりあえず炭しゃぶ、そう、今日いるとこ、写真撮らせて、ここです。焚き火さん、お通しに肉寿司来たんです。やばくない、食べよう。やばくない。いただきます。ありがとう。あ、逆、うん、お前さ食い地すごい。違う、もう疲れちゃって、全然疲れちゃって。オッケー、何が肉に話しかけた。いただきます。うん、うん、は、うまは、なんこれ、うん、うますぎ、うん、うん、うん、だから休みで寒かった。おお、超うまい。お前だろ。近いの。一旦ドローン。おトイレ。こちら真ん中お出しいただきます。
はい、こちらのお出汁が沸騰した頃が食べ頃でして、はい、周りのお肉と野菜をしゃぶしゃぶしてお召し上がりください、はい、でこちら周りの鉄板の方で、お肉焼いてもらっても美味しいのでよかったら試してみてください。はい、お出汁の方追加できますのでまず生でいただきます。はい、ありがとうございます。来ましたよ、じゃじゃん、じゃじゃん、すごいね。この時間めっちゃ綺麗。もうちょっと待ってね。やばい、めっちゃ揺れてる。天狗美味しい。じゃじゃーん。お前汁、これいただきます。いただきます。ふわっと、うまい、うまい、うん、うん、うん、うま、そろそろ単色いけるかもしれないですよ。じゃあみんなで一斉しゃぶしゃぶしてみますか。しゃぶ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 、いただきます。うまいね。うん、うん、うん、ふざけろ。いやさ、はい、友達とさ、しゃぶしゃぶ行っても、うん、肉、うん、全部入れる。全部入れる、うん、全部一気に全部入れる。やばいやついる。しゃぶしゃぶじゃないじゃね、うん、鍋焼いてよ。うんふん、どっちもいけるっていい。焼きも、うん、しゃぶも、焼きもしゃぶも。さすが、肉がうまっ。肉がナイス。うどん作りどうでした？美味しかった。なんかもう普通の冷凍うどん食べれない。やばいね、弾力が全然違う。腰が違うから。いやもう楽しかった。何が？うどん作り。ほんと？最初文句ばっかり言ってたのに、うん、目の前にうどん焼けないの思ってた。追加する？うん。お肉は？2?3?3 いく？駄菓子屋もうちょっと入れたな。うん、確かにね。なんかパーって見て回った感じだったから、うん、思った以上に広くてびっくり。多分全部見れてないんじゃないかなと思います、うん、豆腐うまっ。絹しか勝たん。うん、絹派木綿派。いや豆腐好きじゃない。そうじゃん、うまへん。え、豆腐ステーキとかは？豆腐ステーキじゃない、豆腐ハンバーグ。違う、豆腐を焼いて焼いて、うん、タレ。マジで、あの美味しい豆腐ステーキ食べさせてあげるから食べたい。期待しといて。食べたことないかもね、豆腐ステーキ。ニンニク醤油、うん、めっちゃうまい。うちんち一人一皿頼む。ん、すごっ。これ2枚で1個ぐらいの大きさが4つついてるんだけど、マジでやばい。でそう、こちら桜肉ユッケ。あ、うん、あ、ひげ、ま、聞いてみんな、私これ出産後初ユッケ。なんか、うん、ユッケずっと食べたかった。いただきます。どうぞ。うまい、うまい、うまい、うまい。食べなさい。足やってみ。パチンだって。ね、今聞こえた。何これ、うん、腹立つ。ね、うん、わかる。腹立って腹かゆくなってきた。うん、うまっ。え、やばいね、うん、弾けてる。大満足旅でしたね。うん、うん、やっぱり旅行はさ、うん、食べるのが一番楽しい。うん、うん、だから今日運転してて考えてたんだけど、うん、もう旅行の日限定とかでいいから1日だけいいバグる薬欲しい。いくらでも食べれる。多分お腹いっぱいとかなるんだけど、いつもよりはいい拡張されてんのかっていう1日だけ限定が欲しいって思った。いいね。なんかじゃないとさ、例えば外国行って韓国とか行った時に一個一個が多いから、うん、それでお腹いっぱいになっちゃうのもったいないじゃん、うん、できればもうその日これ鍋一人ずつ一個食べれてとか、うどん2杯は絶対食えてみたいな。なんだっけ、なんか飛んだよね。あじゃ、これどうしよう。なんかチヂミとか食べる。あ、そうだ。え、ウラン焼きたい？何が？うん、焼きたくない。全部入れるよ。うん、バッて入れる。せっかちスターズなんで全部入れます。やばい、脂質祭り。うん、お肉のガチ出てさ、うん、もっとうまくなる、ね、うわこれお昼ご飯とか食べなくてよかったね。確かに、うん、挟んでたらもう増えてる、うん、いやもうアイス我慢したしね、うん、
てか本当に韓国行きたくてさ、うん、まミンクルあるじゃん、それ食べたやつもね、エアと行ったし、この前新大久保であったあったから頼んだ、うん、もう量が違いすぎて、あ日本のクリンクルはもうたたんもう韓国のもう浸ってんの、やばかったな、んならプリンクル食ってるんかっていうぐらい、だから韓国行かないとあれは食べれないんだって思って、うん、マジ今年の冬行かせてください、行こう、ほんとに、うらない、うら早く帰ろうと、うん、取っとく、もう帰ったら申請、ママいるうちに申請行こうと思って、いつでも行けるようにします、よし、で、お願いがあります、中日1日、絶対あれにしたい、プライベート、うん、何するの、プライベート何したい、プライベート旅歩き、一人で、え、付き合ってくれるなら付き合ってほしいけど興味なかったらいいよね、なるほど、でも、ウランが調べたとこ行きたい、いっぱいある、あの、甘い系も食べたいのいっぱいあるし、カベ、クワゲ、クワベギとかケーキとか、ウランの健康センターみたいな、プライベートを尾行するって、うちらは撮影しよう、うん、プライベートくれるの、うん、うん、裏にあげるけど、でもどうせうち GoPro 持たされるでしょ、それプライベートじゃない、え、めっちゃいい、早く行きたい、だってみんな聞いてよ、ここ行ってんじゃん、うん、朝日くんも行ってんの、うん、行ってないのうちだけなの、よくない、うちだけなの、ウランが一番行きたかった、確かに、だからさ、朝日がさ、うん、何が美味しいみたいな、うん、俺食えんのあるかなみたいな、マジチキン食べてきてみたい、うん、こっちで頼む韓国チキンともうはるかに違うから、うん、パリパリなのにジューシーでもうほろほろみたいな、ミューって骨取れちゃうんだよみたいな、うん、え、行ったんですかって言われて、あ、知らんけど食べた、行ったことないけど、あ、チキン食べれたらしい、あとチーズタッカルビ、うん、うわー、朝日好きそう、食べたらしい、あれいつの間にかもう肉なかったあの、頼む肉、うん、みんなとどれくらいいける、まあ、チヂミとあれが食うから2にしとこう、2に、オッケー、でも、エアちゃんは突然にストップするんで怖いです、確かに、うん、今、どんだけいける2とか言ってるけど来たらもういらないとか言いそうで怖い、お茶漬け来たらちょっと怖い、ああ、新幹線もぐっすりだわ、ね、パーカーも買ったし、ちょうどいいよ、うち行きのさ新幹線さ、うん、イヤホン取るの忘れて、うん、あれだったから絶対忘れないようにしないと、あ、バッグから上にしまっちゃって、大事、言えば取ったのに、いや、さすがにみんな揃ってこんなのって寝てるからや寝てるからや寝てるからや、プリーズチャンネル登録、はい、というわけでちょっとなんか番組みたいになっちゃってるんですけど、まだちょっと食べは食べます、はい、ですけどとりあえず終わらせようかなっていうことで終わらせようかな、うん、長引いちゃうとね、あの、そうだね、ここのお店借りてるっていうか、うん、許可いただいてて今音楽をね、そうご行為で消していただいてるのでお客さんもいらっしゃるからちょっと早く身につけてもらおうかなと思って、ね、はい、というわけで私たちの2日間の香川旅、うん、いかがだったでしょうか、いや、あのね、いいね、楽しかったし、心が落ち着く県だなって思いました、うん、瀬戸大橋、うん、マジでちょっと運転するのはちょっと怖かったね、風めっちゃ強くて、ね、裏こうなってたもん、うん、すごいよね、筋肉痛になると思う、怖い、マジ気抜くとかじゃなくて普通に持ってるだけじゃもうこうなっちゃうから、あれ力入れてまっすぐにと思ってたから、ちょっと景色を見る余裕なかったんですけど、うん、でもすごい長い橋めっちゃ綺麗だったし、うん、香川のいい場所、可愛い山いっぱい、かわいい、あの大きい山じゃなくてちっちゃい山がこういっぱいあって、うん、そうとか池多い、あ、確かにでもこれ川って思ったらこうなんかため池みたいな感じの池多くて、うん、なんか楽しかったです、ね、どこがいいどういう印象で今回思ったのは車でその他県の旅行行っても回るのいいなってめっちゃ思って、うん、だから多分次回以降も多分車で回ろうかなって、うん、自由に動けるし、うん、荷物も詰めるし、でまた近々別の場所に行きたいなと思っても、うん、いろんなもの予約してね、うんうん、ホテルも、まあ、今回も豪華だったけど、うん、またまた豪華なホテル、うん、大城さんが取ってくれました、ありがとうございます、なので本当にキンキンだね出るの、うん、確かに、なのでそちらの方も見ていただきたいですし、うん、あとはここの県来てほしいよっていうおすすめポイントとともにコメント欄書いてくれると私たち参考になりやすいので、うん、ぜひ書いてください、お願いします、前にも言ったんですけど例えば福島県のどこどこのお店
こういうのが食べ物であって美味しいですよって、そう詳しく書いてもらえると結構ありがたい、うん、なんか選びやすいというか、うん、県だけじゃなくちっちゃい町とかでもいいので、おすすめのものをたくさん書いてくれるとありがたいです。ぜひ今すぐ自分の地元のおすすめコメント欄に書いてみてください、うん、お願いします。そして今何万人いるか分かんないんですけれども、もうちょっとで200万人ということまで地道に私たちも頑張ってまいりますので、うん、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。高評価もね、はい、お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。世界中の敵に降参さ、戦う意志はない。世界中の人の幸せを願います。